セルバレーラムはアメリカ合衆国を拠点とするプレミアムラム酒ブランドです。製造はパナマのペセシでマスターブレンガーのフランシスコ、ドンパンチをフェルナンデスが同性の連続式上流機で行ってます。熟成後フィルターリングしたシングルエステートのホワイトラム酒、チョコレートラム酒と本数限定のオーナーズリザーブを上流しています。このブランド名はセルブーレイと発音されます。 スペイン語でジャングルの王の意味を持ちます。35年以上にわたってキューバンスタイルラムを発展したドンパンチヨがキューバを離れパナマのジャングルで上流所を創立したことを称えるブランド名です。セルビリーは現在、米国とアジア各国で販売されています。セルビリーはブルーノ・マーズ、セス・ゴールド、マーク・ゴールド、ロバート・ヘレチヒによって共同設立、共同所有。 運営されています。セルバレーは3種類のラム酒を生産しています。さっぱりとしたまろやかな3年と5年の熟成ラムをブレンド後に露過したホワイトラム。天然チョコレートエッセンスと5年熟成ラム酒をブレンドした繊細な味わいのチョコレートラム。オーナー、エスリザーブラムは15年から25年のラム酒をブレンドしたものでウルトラプレミアムなラム酒です。 2017年に初めて日本に上陸した公式輸入代理店は高等コーポレーションです。2018年4月11日から15日の4日間、埼玉スーパーアリーナで行われたブルーノマーズの24系マジックワールドツアーの会場内でセルバレーラムのプロモーションやカクテル販売が行われた。2020年5月に商品パッケージリニューアルとともにオーナー、 エスリザーブラムの販売開始。2017年のクリスマスシーズン、ブルーノマーズのラム酒が楽しめる期間限定スペシャルバー、セルバレー、ブルーノバーが銀座ロフトに誕生した。2018年2月8日から11日の4日間、バーニーズニューヨーク新宿店で期間限定のセルバレー、ブルーノバーを実施した。2018年3月10日、 バーニーズニューヨーク神戸店で1日限定のセルバレー、ブルーノバーを実施。2018年4月1日から15日、ブルーノの来日に合わせて、六本木の飲食店やナイトクラブがセルバレー、ブルーノバーイン六本木を実施。ありがとうございます。